高校3年の選手権の予選が終わった後に大学行きたいなって思ったから、めちゃくちゃ遅い、めちゃくちゃ遅い。じゃフロントに入ったきっかけは練習生で2日間だけ2日間だけそれで見てくれってことですか、そう、相当厳しいでしょ。本日のコラボの相手はですね、フロンターレのバンディエラ元日本代表中村健吾さんです。よろしくお願いします。今日はですね、健吾さんのサッカー人生を紐解いていければと思います。はい、よろしくお願いします。どうですか、引退されて。もう引退して1年半。1年半生活変わりました。生活はかなり変わりましたよ。もうスケジュール自分次第でどうとでもなるって言い方あれだけど、でも世界に、でも忙しいでしょ。いや本当にそれはありがたい。今日やったことが、まあ、明日同じことがないから。あ、なるほど。そう、練習ね、みんな練習、元気だと練習して試合オフ、練習して試合オフじゃない。いやもう積み重ねがないと。まあそういう意味の積み重ねはないんだけど、別の意味での積み重ねはちゃんといろんな仕事をしながら、こう自分の幅を広げるっていうことは今いろんな形で、まあ、指導者だったりサッカーの普及の部分だったりっていうところで、まあ、解説者もそうですけど、そういうことをいろいろ織り交ぜながら今自分の幅を広げている最中でございます。はい、でまあ、そもそもどういうきっかけでサッカーを、はい、まあ、僕らの時代ってそんなサッカー日常にこうなかったでしょ。ないないない。なんかいろんなことを多分両親はやらせようとしてて、けど一番多かったのはボールを蹴ることだったから、それを見て、まあ、母が、まあ、幼稚園の仲間で小学生に上がるときにサッカーやらせようかってみんなで、まあ、それで入ったところからがきっかけですかね。府中市のチームですよね、少年団。そうです。先輩は澤生まれてる、ね、そう2つ上に、はい、もうやってらっしゃっ、もうやってたってことですね。澤さんは、澤さんもいらっしゃいましたね、はい、それはすごいですよ、その時代に。いや本当そう思います。日本の女子の選手たちはみんなサッカー上手だと僕は思ってたんで。ああ、澤さんがいるから、ね、そう澤さんが基準になったから、小学校卒業して中学生になったらもうすぐ日本代表入ってたから、やっぱ澤さんがすごかったんだっていう話ですね。っていうチームに入りましたね、はい、高校はどうしてここ東久留米、そういうレベルだったっていう言い方。オファーみたいな、何もない、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 オファーない。ない。中学生の時一回サッカー辞めてるぐらいの人間なんで。中学校辞めたんですか。1年生の時に一回辞めた。何ですか。全然うまくいかなくて、背がちっちゃかったり、バイク乗ったりとか。そっちじゃない、そっちじゃないですか。そっちの方面ではない、そっちの方面ではない、そっちの方面ではなく、単純に自分がプレイヤーとして全然ダメだったから。それ期間どのぐらいなんですか。半年ぐらい。1年生に頭に入って夏ぐらいに辞めて、そこから次2年生で自分の地元中学校のサッカー部入るまでボール一人で蹴ってたりとか、友達蹴ってたりとか、無所属でした、ね、で高校に入って。そう、だからそういう選手なんでオファーもスカウトもあるわけがないから、自分で勉強っていうか受験勉強して、まあ、入って。高校時代やっぱ厳しかったですか。俺の高校はそんな厳しくなかったと思う。監督さんが、まあ、教会の方でもあったんで、そういう当時の最先端の指導要項みたいなのは落としてくれたりとか。だからそういうで当時でいうと走り込みとか多分相当すごかった時代じゃないですか。そこまでなかったです。ボールコントロールとか基礎技術のところはすごく言われていて、当時のサッカー協会自体の、まあ、メニューにもあったと思うんですよね。だからランウィズザボールとかあったでしょ。はい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 。ボディシェイプとか体の向きとかね、だかそういうのを結構こう単語で言ってもらって。最先端ですね。だから当時最先端、プルアウェイとか。はいはい、その当時。そうだから96、7、8年な、俺高校生の。いや果実の練習2時間ぐらいセンターニングシュートしてましたよ。いや、ちょっと強かったでしょ。まあ、まあ走り込みがほとんどですけどね。だからすごく合理的にやってたなっていう印象はありましたけど、けどやっぱりしんどいなっていう走りがいっぱいあって、精神面を鍛えられたっていうの。同世代はでも市川、誰がいます？市川君とか。市川大輔
牧誠一郎、たまちゃん、たまちゃん、大栗、大黒まさし、フォワードばっかだなと、フォワードばっかりで思いながら、いやけどもっとほん、まあ、二川とかもそうだし、あそうだね、たもそうだし、確かに、まあ、ガナハもそうだし、フォワード、まあそれもフォワードだけど、ここの学年が谷間の世代って言われてるんですよ。谷間ですよ。81年が、で79年の黄金世代。真の谷間は80年なんだっていうのはこれ本当にいろんなところで言ってるんですけど人数的にもそんな多くないんですよ J リーガーになってる選手も。へえ、ここだってもうワンサがいるじゃないですか、才能あふれる選手たちが。アテネ世代、才能じゃないんですよ何叩かれて叩かれて這い上がってきたあの雑草魂みたいなんですよ。でこの高校卒業のタイミングで中央ですね、中央大学、はい、関東東京ですね。で本当は高卒で J リーガーになりたかった。なれない、そんなレベルじゃなかったから、一切その発想なかったね。いやいや、もう本当そういう選手じゃなかった、自分で分かってたから。どっちかっていうと大学行ってサッカーやりたいっていうふうには思ってたし、とてもじゃないけど高卒でプロなんてとてもじゃないけど無理だなって。ただ高校3年の選手権の予選が終わった後に大学行きたいなって思ったから、もう遅い、めちゃくちゃ遅い、めちゃくちゃ遅い。一般スポーツ推薦という枠自体がまだ応募があったんで、そこに行こう、チャレンジしようって、その監督、サッカーの監督と中央と明治がそのまだ間に合うって、その評定平均とかその戦績とか自分 の, その条件に合うところはそこの2校 で明治が後だったんで、まあ明治が本番かみたいなっていう話を2人でしていて、で中央大学はあの先に受けるから、その雰囲気も含めて受けてみようかって、で受けたら受かったんで中央大学で、中央大学入りました。でも中央大学もまあ名門ですね。名門、はい、名門です、名門です。練習どんな感じなんですか？1年生の時監督いない時とかもあって、へえ、それめちゃくちゃ驚いたんですけど、その2日に1回とか、まあ、なんか仕事をしながら中大のサッカー部を見るっていう、選手だけで練習することもあったし。へえ、どこからこうプロをこう意識というか、プロ意識したのは大学入った時は全く意識しなかったけど、ちょっとずつ J リーグってやるんですよ、大学生とよく練習試合とか組むんじゃない、はいはい、その時にやるわけじゃないですか、こっちが、うん、行くわけでしょ、うん、で1年生の時から行ってたんですけど、そういうことだ、東京だから FC 東京とかと練習試合することもあったりとか、もう最初全然できなくて、もうむしろ怖くて、うん、もうプロ大人だから、けどそれがちょっとずつこう慣れていく、不思議なもんで、うん、やっぱりこう定期的に戦っていくとだん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 やれるようになってくるんですよ、うん、で学年が上がっていくごとに、あなんかやれそうだなって思ったのが4年に入る前後ぐらい。その年代的にも僕らとそのトレーニングマッチする選手が、まあ、高卒の選手だったり若手だったり、まあ、本当同学年だったりするんで、3年生になる頃には僕も20歳超えてますから、まあ、結構下の子たちともやるようになって、うん、そういう精神的な余裕も出てきて、慣れも出てきて、でちょっと J リーグチャレンジしたいって言ったのが4年生の最初ですね。その進路相談した時に、うん、プロ行きたいと、プロにチャレンジしたいって思って相談したんですよ。でそこでこうじゃあ行こうかっていうところがフロンターレだったっていう、その練習参加に。じゃフロンターレに入ったきっかけはテスト生として、練習生で4年生6月に2日間だけ2日間だけ、それで見てくれってことですか？そう、相当厳しいでしょ。いやだからフロンターレでももう何人かも見ていて、うん、4年生の時2部だったから、うん、3年生まで1部だったんだけど、まあ、本命の選手じゃなかった、言われて見るみたいな感じだったと思うんで、まあ他に多分もう候補はいて、だけどそこの2日間でちょっと爪痕を残して、あ面白いねってなって、でちょっと追ってもらったりとか、あとはその後中大とフロンターレで練習試合した時に見てもらったりとかで、まあ10月末ぐらいに、6月からそう、10月末ってこと、4ヶ月間音信不通だったの。もうドキドキじゃないですか。いやもうだからその繋いでくれたコーチの人に、うん、いやフロンターレどうなってるんですかみたいな、うん、なるよね、なるよね。いやフロンターレが落ちたんだったら、うん、もう早く動かないと、うん、もう次のチーム探さないといけないから、どうなってるんですかって、いやちょっと待ってくれって言われてると。まあ確かにそれがだから4ヶ月続いていやもうこの4ヶ月だから、例えば
どっか練習参加行くって、うんうんうん、俺が行くってなった時にそれがフロンターレの関係者の耳に入ったら、うん、どうなるんだ、そんなやつもう取らないよって言われたら、うん、終わりだから、確かに要はもうその動きもできない、うん、ずっともうこう待ってたの4ヶ月4ヶ月長い、もや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 するね、めちゃくちゃあの時は気が気じゃなかった。で最終的に見に来た試合の試合後にスタンドに呼ばれて、ああ電話じゃなくて、そう教官担当の人がスタンド来てて、うん、で監督さんと話してて呼んでるって言われて行って泣いてって、その時は誰が監督だったんですか。その時は、OB の山口吉忠さんっていうもっともっとレイソル柏レイソルの監督っていうかの方 で東京五輪の銅メダリスト、結構あの年齢上にの方なんだけど、その方が2年生から監督、4年生の時に新コーチで佐藤さんっていう方が今の中央大学の総監督なんだけど、うんうんうん、が来て、でそこで、まあ、中央大学とつなあのフロンタルをつないでくれて、うーん、でその人たちがみんなスタンドで呼んでるから来なさいっていう話を。でフロンターレ返事が決まった時の心境はどうだったんですか。じゃあめちゃくちゃ嬉しかった、まあ、4ヶ月待ってますからね、待ったからね待ちに待った吉報ですから確かにね、帰りの車もテンション高かったですよ鮮明に覚えてます、ね、いやめちゃくちゃ覚えてる、なかなかテンション上がらない人が、うん、そう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 ねそんなに大きな声で歌わない人が車で帰り歌いましたから、ね、はい、お酒も入ってないのにあれはすごい覚えてるこの人たちが将来日本を背負って立つ人だなって当時高校時代に思ってる人たちとなぜか同じところにいるから気遅れは随分してたんで、後にも先にも3人、その3人組ませたのは大島さんだけだった、だけだったかな。ワールドカップの2010年になって最初2月に顎折ったの、あもう終わったってその日は思って、いやだからあの2週間本当にもう泣いてた。